文学批評におけるテクストは文字列として印刷などされた形態の作品を指す。一つのテクストはしばしば互いに対立する多数の解釈を持ち得る。ロランバルトは作品からテクストへで作者に関連付けられた作品という用語に対して中立な用語としてテクストを位置付けた。以後、ポスト構造主義でこの概念が広く使われた。ジャック・デリーダの著作。 グラマトロジーについて、デラグラマトロジーの有名な国、テクストの外というものは存在しないは、言語論的展開の考え方を示したものとされる。テクストは、ラテン語で、オルを意味する単語に由来する。ABC 川口京一、岡本康忠、最新文学批評用語辞典、テクスト P3AB、コロンビア大学現代文学、文化批評用語辞典、 テキストテクスト P399 奈良井はじめ解釈現代美術用語辞典バージョン2.0ジョン・フィリップスデリダディコンストラクション岡本博一郎21世紀これからの哲学はどこに向かうのか2016ありがとうございます